助けてなの、隊長。うちら殺されてまう。とにかく助けてなの、緊急事態なの。そりゃ隊長はな。隊長のは日頃の行いのせいなの。そんなんで殺されかけるん、隊長くらいやって。うちら何もしてへん。違うの、サボろうとする前だったの。見つけたぞ、二人とも。逃がしたか。脱走です。せっかく春蘭様が本気で稽古をつけてくださると言っていたのに、逃げ出したのです。長いクソから戻ってきたか、ウジ虫ども。返事をする口まで便所に捨ててきたか。返事をする前後にサーをつけろと私に何度言わせれば気が済むか。返事が遅い。ケツの穴に両足突っ込まれたいか、それとも首切り落とされたいか。よし、ならば次は準備運動に駆け足100里。返事はどうした。走ってゲロ吐く前にそっ首叩き落とされて、そこから血のゲロ吐きたいか。ならば走れ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 。カリン様の御ために立ったり笑ったりできなくなるまで走りまくれ。おう、なんだ、あのウジ虫どもが戻ってきたのかと思ったら、よりにもよって最下級のウジ虫ではないか。うん、サワが新兵相手にいつもやっているだろう。あれを真似て特訓しようとしてみたのだが、なかなか良いな、これはスカッとする。そうか、我らが葬儀にそんな弱卒はいらん。なら仕方ないか。ようやく戻ってきたか。はい、百里って結構疲れますね。何？
ちゃん。行く行く、ちょうどたくさん走ってお腹空いてるもん。大盛りでいい？こら本郷、貴様、ギーはこれから。やったー、兄ちゃん、ルルも一緒に行っていいよね。え、ちょっと、キー？いいんですか、兄様。ありがとうございます。なあ、本郷？別に行くとは言ってない。ああ、その行ってもいいのか。当たり前だ、貴様におごられるほど落ちぶれてはおらんわ。春蘭様、次はどうします？うん、なら次は二人で私にかかってこい。遠慮などするでないぞ。はい、なら行くよ、ルル。うん。はあ。まだまだ。で、春蘭たち人騒ぎしてへんかった？へえ。アホいいな。うちが面倒なんは百里だけや。打ち合いが始まったんなら行くに決まっとるやん。そういうんは春蘭に任せとったらええやろ。当たり前やん。今日公然と愛者たちとどつき合いできる機会なんかめったにないんやで。そういうのは楽しんだもん勝ちに決まっとる。そういうこっちゃ。ま、春蘭ほどイノシシやないつもりやけど。春蘭に言うたろ。えへー、どうしようかな。冗談やって。ほら、うちも行くわ。うち一人で行っても今度はちびっ子どもが持て余すやろ。ナギでも探していけばそっちが相手してくれるやろし。さすがカズト、そういうとこ好きやで。あ、隊長、サワと魔王は見つかり。一緒についてきや。え、あ、あの、ちょっと、シア様、自分には魔王とサワを探すという任務が。そんなんカズトがやってくれるて。うちらは一足先に春蘭たちと特訓や。いや、隊長はきっと魔王たちの味方を。
さん勝ち抜いて大暴れすんで。シオ様、声が小さいわ。もっと大きい声出し。そうなんだけど、今はもっと恐ろしい人から逃げてるの。なんだ本郷、そんなところに立っていると危ないぞ。ああ、それなら大丈夫だ。当たっても死ぬようなところは狙ってはいない。まあ、そうとも言うか。珍しくアネジェがやる気を出しているのだ。妹としてここは応援してやるべきところだろうと思ってな。魔王サワ、うまく避けねば当たってしまうから気をつけろよ。はっ、さて、次々行くぞ。はっ、こういう時は男が率先して盾になるんちゃうんかい。そうなの、こう真の実力に目覚めた隊長がいやーとか叫びながらドカーって大爆発を。やれやれ、まだ漫才のできる余裕があると見える。ならもう少し素早く打っても大丈夫だな。だからうちらはそういうんやないって。シュンラン様たちと一緒にしないでなの。勘弁してほしいの。あら、シューランの特訓は終わったの？なんとか終わりましたわ。死ぬか思うたけど。ケイファちゃんからもなんとか言ってほしいの。なんとかってもっと厳しくしろって？この一戦には三国
におけるカリン様の名誉がかかっているのよ。勝てる可能性が少しでも上がるなら、あんたの一人や二人死んでも構わないでしょう。いや、むしろ殺してほしいわね。ついででいいから。何よ。カリン様のためならそのくらい乗り切りなさい。そんなの当たり前じゃない。別にそんなんじゃないわよ。ただあの万有と脳みその中身全部を引き換えにした無駄な強さが義で一番なのは認めざるを得ないでしょう。ってそうじゃなくって、私たちが狙ってるのは上位独占なんだから。独占なの？そのためには春蘭や秋蘭だけじゃダメなの。参戦する義の将軍全員を強化する必要があるの。わかるかしら？けど強い将軍なら姉さんとかちびっこ二人組とか凪とか十分おりますやん。あんたたちバカでしょ。隊長と一緒にしないでほしいの。せや。似たようなものよ。あんたたち今回の試合形式理解してる？1対1の勝ち抜き戦やろ。そこまで分かってるんなら分かるでしょ。1回戦で春蘭と秋蘭が当たったらどうするの。ああ、なるほどな。せやから強いやつは一人でも多い方がええってことなんか。そういうこと。分かったらさっさと訓練に戻りなさい。だからって訓練に戻るのは。あ、兄ちゃん。うん、約束してたよね。お昼ご飯行こう。なになに、隊長とご飯なの？うちらも行きたい。ええー、よん、可愛い部下にご飯くらい。そうなのそうなの。魔王、サワ、お前たち。ひゃ、ナギちゃん。隊長。はい。さすがに春蘭様やシア様には及ぶべくもありませんが。はい。あら、カズト、来ていたの？春蘭と秋蘭が張り切っているわよ。もうお昼だし、戻ってくるのではないかしら。カリン様！ほら来た。春蘭、訓練の成果はどう？我が国の上位独占を目指し順調に進んでおりますが、いや、貴様ら本郷にそのでかい尻でも突き出していたか、この豚娘どもめ。さあのさ名の付けやめ。
弾切り取って変態の家計を立てるたいか。さあ弾はないであります。さあなら本郷の棒をへし折られたいか。え、そうなのか。ならまあ勘弁してやるか。武道会の準備の式は任せるわよ、春蘭。お任せください。どいつもこいつも超一流のウジ虫に鍛え上げてみせます。ウジ虫？これはあまり良くないな。残念ね。私はこれから視察があるからケイファやシューランと出てくるわ。ええ、シューラン、いい報告を期待しているわよ。はい。なら行くわよ、ケイファ。はい。飯を食い終わったらまた特訓だからな。お前たち覚悟しておけ。そうイエッサー、そうイエッサー。た、隊長。喜んで。魔王、サワ、お前たちまさか嫌とは言わないよな。二人とも決まり。きっとええとこ見せたらカズトがなんかええもんくれるって。隊長が？でも優勝なんてさすがに無理なの。当たり前だ。貴様らに負けるほどこの私も弱くはないぞ。春蘭はちょっと黙っとき。そのくらい数とかって分かっとるやろ。せやから気張ったらって言うたやん。頑張ったら、なの？な、カズト。せやったら、うち新しい工具が欲しい。それで全身稼働のからくり作んねん。サワは新作の服が欲しいの。自分らが頑張ったら、ぜーんぶカズトが買うてくれるって。ありがとなの。私、頑張るの。うちも頑張るさかいな。見とってや。なら一回戦突破、頑張るの。うちもそのくらいで。ばっかりずるい。僕も頑張ったら兄ちゃんからご褒美もらいたい。私も。ナギちゃんもこの際だから言っとくの。自分はここで遠慮なんてなしやで。ほらほら、体調が欲しいくらい言うたらどうなん。魔王、モテは辛いな。
うちは強いやつと戦えりゃそれでええしな。それにそういうかっこいいところ見せりゃカズトから惚れてくれるやろ。ならみんながやる気を見せたところでまずは腹ごしらえや。ええな、みんな。ああ、いや、あそこで式を挙げるのは流れ的に私の役目ではないのか。そうか、そうか、ならまあいいか。